皆さん、こんにちは。今日は驚くべき UFO 目撃事件についてお話しします。世界中で UFO が目撃されているという話を聞いたことがありますか？実は、その数は年々増加しており、私たちの常識を覆すかもしれない事件が次々と報告されています。今回は、その中でも特に注目すべき3つの UFO 目撃事件について詳しくご紹介します。まず一つ目の事件は、アメリカのニューメキシコ州ロズウェルで起こったロズウェル事件です。1947年、ロズウェル近郊で奇妙な物体が墜落し、これが UFO であるとする説が広まりました。目撃者たちは、金属の破片や奇妙な文字が刻まれた物体を見たと証言しています。さらに、米軍がその物体を回収し、情報を隠蔽したという噂も根強く残っています。この事件は今もなお多くの人々の関心を引き続けています。次にご紹介するのはベルギーのベルギー UFO フラップです。1989年から1990年にかけてベルギー全土で多数の UFO 目撃情報が相次ぎました。特徴的なのはその多くが三角形の形をしており、静かに夜空を移動する様子が目撃されたことです。目撃者の中には警察官や軍人なども含まれており、彼らは巨大で無音の物体が低空を飛行していたと証言しました。この事件は政府による公式調査も行われ、その信憑性が高いとされています。最後に紹介するのは2004年にアメリカの海軍パイロットによって記録されたティックタック UFO 事件です。カリフォルニア州沖で訓練中だったパイロットたちは空中で高速かつ異常な動きをする白い楕円形の物体を目撃し、その様子をビデオに収めました。この映像は2017年に公開され、大きな話題となりました。専門家たちは、この物体の動きが現在の科学技術では説明できないとしており、一部では地球外生命体の可能性を指摘する声もあります。これらの事件を通じて UFO の存在について考えさせられます。果たしてこれらの目撃情報は本当に地球外生命体の訪問を示しているのでしょうか？それともまだ解明されていない自然現象や人類の技術的進歩が関係しているのでしょうか？皆さんはどう思いますか？コメント欄でぜひ意見を聞かせてください。UFO は現実なのか、それとも単なる幻想なのか、議論はつきません。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。